朝食で〇〇を食べると血糖値が爆上がりして太る、血糖値を上げて太る、絶対食べてはいけない最悪の朝食を紹介。ダイエットに苦しむのはもうやましょう、宮川です。今日は血糖値を爆上げして太る最悪の朝食を紹介します。朝食ちゃんと食べていますか？朝って忙しくてついつい適当になりがちですよね。けど朝食ってダイエットにおいてめちゃくちゃ大事っていうことを理解していますか？16時間断食が流行ってオートファジーのために朝食は食べない方がいい、このように言っている人もいますが、それは明確に間違っています。朝ごはんは1日の血糖値と食欲を安定させ代謝を上げるためにめちゃくちゃ重要です。朝に何を食べるかで1日食欲が落ち着いて穏やかに、そして代謝が上がって元気に過ごせるようになるかどうかが決まります。逆に朝食を抜いたり適当なものを食べたりすると血糖値が乱高下して1日中そわそわして食べ過ぎたり、力が入らずに無気力で過ごしたりするようになるんです。1日食欲が安定して元気に過ごしたいって思いますよね。もしそうであれば今すぐ朝食を見直すようにしましょう。今日の動画では朝食が大事な理由について解説した後に、これだけは絶対にやめてほしい最悪の朝食を5つ挙げて解説します。朝食を制すればダイエットを制すると言っても過言ではないので、必ず今回の動画は最後まで見るようにしましょう。では早速内容に入ります。まず朝食の重要性についてです。あなたは16時間断食、オートファジーなどの情報を見て朝食は食べない方がいいと思っていませんか？衝撃の事実をお伝えしますが、その考えは明確に間違えています。よく考えてみてくださいね。もし痩せるため健康のために16時間断食やオートファジーが必須であれば、なぜ国民の 80% 以上が朝食を食べている日本人ってのは肥満度が低くて健康度が高いんでしょうか？ WHO の2008年のデータになりますが、日本人の肥満率は 4.5% で189カ国中166位です。また健康寿命に関して言えば、2019年に WHO が出したデータによると日本は世界で第1位なんですよね。めちゃめちゃ健康的な国だと思いませんか？オートファジーという機能が存在していて大切だというのはですね、研究でも明らかになっているので事実でしょう。けどそれが痩せるため健康のために必須かどうかというと話は別です。オートファジーに関してはですね、16時間断食が流行ったこともあって過大評価されすぎていると感じています。確かにですね、体に悪い朝食を食べていた人が朝食を食べなくなると痩せるし元気になるでしょう。これ当たり前ですよね。朝食で食べていたハイカロリーで血糖値を急上昇させていたようなものを食べなくなれば、カロリーは抑えられるし血糖値も安定するので、それは痩せます。特にですね、男性で朝食を適当に食べていた人は16時間断食をすると痩せて調子が良くなる可能性は高いです。どうですか？あなたの周りにも16時間断食で痩せた、調子が良くなったという人はいるのではないでしょうか？実際にはですね、痩せるため健康になるためにわざわざ朝食を抜く必要はない上に、中には朝食を抜くことで太りやすくなってしまう人がいるっていうのが現状なんです。まずですね、朝食を抜くと昼食時に血糖値がめちゃめちゃ上がりやすくなってしまいます。当然ですよね。夕食から昼食まで長い時間食べ物を食べていなかったら、体ってのは糖を処理する能力が低くなってしまっているので、昼食時に血糖値が一気に爆上がりするんです。しかもですね、朝食を抜くとお昼前に低血糖になって食べ過ぎてしまう可能性が高くなります。その結果お昼を食べ過ぎて上がりしやすくなるんです。お昼に血糖値がグーンと上がると何が良くないか分かりますか？反動で一気に血糖値が下がって低血糖になって、すぐにお腹が空いて食べたくなりますし、血糖値の乱高下ってのは代謝を下げたりすることにもつながります。もちろんですね、血糖値が乱高下していたらどんどん血糖値の指標であるヘモグロビン A1C も上がっていき、糖尿病にまっしぐらです。大丈夫ですか？昼食後に急激に眠くなる、夕方に異常にお腹が空いたり眠くなったりする、このような症状は血糖値が急激に上がっているサインですよ。もしそんな症状が出ているなら、あなたが体に良かれと思っていた断食が最悪な事態を招いている可能性があるということを覚えておいてください。逆にですね、朝食をしっかりと食べるとどうなるかっていうと、まず1日の血糖値が安定するようになります。朝から糖分を摂ることで体が糖をスムーズに処理してくれるようになるので、昼食時にも血糖値が上がりにくくなって血糖値が安定するんです。また朝に炭水化物やタンパク質を食べると体が休息モードから活動モードに切り替わって、代謝や脂肪燃焼が上がって痩せやすくなります。なんとなくイメージできますよね。朝食を食べた方がシャキッとして午前中も元気に過ごせるようになります。こうしたことからですね、健康的に痩せたいのであれば朝食は食べることをお勧めします。ただしですね、朝食何でもいいから食べればいいかっていうと、そういうわけではありません。食べ物によってはですね、朝食に食べることで血糖値を爆上げして太りやすくなってしまうものもあるんです。朝食はですね、食べることも大事なんですけど、食べない方がいいものもあります。そこでここからはですね、血糖値の爆上げと食欲の乱れ、体脂肪の蓄積を促す最悪の朝食を5つピックアップして紹介します。それぞれの改善策も含めて詳しく解説しますので、必ず最後まで見るようにしてください。
血糖値を爆上げして太りやすくなる最悪の朝食。一つ目、炭水化物のみ。朝から時間がないからと炭水化物だけ食べていませんか？これはダイエットをしてない人にめちゃめちゃ多いんですけど、おにぎりのみ、パンのみといった食事になります。個人的にはですね、食べないよりはいいと考えていますけど、炭水化物だけだと血糖値は上がりやすくなりますし、何よりも腹持ちが悪くて結果的に食べ過ぎてしまって太りやすくなってしまうんです。炭水化物だけの食事をすると食物繊維やタンパク質による血糖コントロールが効かないので血糖値は上がりやすくなります。まあこれはイメージできますよね。そしてですね、炭水化物だけの食事の後にすぐにお腹が空いてしまったという経験をしたことはないですか？これはですね、食物繊維やタンパク質がないと食事の満足感も腹持ちが悪くなってしまって、結局その後に炭水化物をたくさん食べてしまったり、昼までお腹が持たずに余計なものを追加したりすることになるんです。で、その食べ過ぎた結果ですね、太りやすくなってしまうんですけど、実はですね、この太るっていうことが一番血糖コントロールを悪くしてしまうんですね。体脂肪が多くなるとインスリン抵抗性と呼ばれる血糖コントロールを悪くする状態が悪化してしまうので、血糖値はどんどん悪くなってしまうんです。血糖値が上がった結果太ってしまうというイメージを持っていませんでしたか？もちろんですね、それもあるんですけど、何よりですね、血糖値を上げる原因っていうのは肥満にあります。なので朝から炭水化物ばかり食べて食欲が乱れて食べ過ぎると太って最終的に血糖値が上がってしまうことにつながるんです。大丈夫ですか？時間がないからと食パンだけみたいな食事をしていませんか？こうした理由からですね、朝からはおにぎり2つのみとか食パン2枚のみなど炭水化物のみを食べている人は、ゆで卵や味噌汁、ヨーグルト、プロテインなど手軽なものでもいいので食物繊維とタンパク質を追加するようにしましょう。個人的なおすすめはですね、おにぎりに鮭やとろろ昆布などを混ぜることです。これぐらいであればですね、1分程度の手間しかかからないのでできますよね。これはですね、手軽に食物繊維とタンパク質を追加できるのでめちゃめちゃおすすめの方法です。またもし可能であればですね、玄米やもち麦おにぎりにしたり、全粒粉パンやライ麦パンにすると、それだけで食物繊維を追加できるようになります。何でもいいので炭水化物のみではなくタンパク質と食物繊維を追加できるように工夫しましょう。血糖値を爆上げして太りやすくなる最悪の朝食、2つ目、菓子パンを食べてるっていう人は正直にコメント欄で教えてください。まあダイエット中にですね、何も考えずに朝から菓子パンを食べてるっていう人は少ないと思いますが、菓子パンは当たり前なんですけど血糖値を爆上げして太りやすくなる朝食になります。なぜなら菓子パンには吸収が早い糖分が大量に使われてる上に、バターなどの飽和脂肪酸がたくさん入っているからです。もう砂糖がたくさん入っていると血糖値が上がりやすいっていうのはいいですよね。また飽和脂肪酸ってわかりますか？肉やバターなどの動物性の食品に入っている脂質なんですが、飽和脂肪酸をですね、日常的に食べ過ぎると血糖値が上がりやすくなることが明らかになっています。例えばですね、人気がある菓子パンにミニスナックゴールドというものがあります。めちゃめちゃ美味しくてロングセラー商品なんですが、これですね、1個食べるだけで500キロカロリーオーバーで、糖質は 50g 超え、脂質は 30g、 飽和脂肪酸は 12g も入ってるんです。これどれだけ糖質と脂質が多いかをイメージできますか？ご飯茶碗1杯だけだと糖質は約 50g で同じですが、脂質はですね 0.3g で 230キロカロリーしかないというのを考えると、いかにこの菓子パンの脂肪が多いかっていうのがわかりますよね。しかもご飯の澱粉と違って吸収されやすい砂糖が大量に使われているので、同じ糖質 50g でも血糖値もめちゃめちゃ上がりやすいんですね。また朝から菓子パンを食べたらやらかした感が強くて一日のテンションも下がってしまいますよね。私でも朝から菓子パン食べたら朝からやっちゃったなって思うので、ダイエットしている人であればなおさらなはずです。なので個人的にはですね、菓子パンっていうのは食事ではなくお菓子と同じ嗜好品として扱って、食べるとしてもですね、間食などとして食べることをお勧めします。少なくともですね、日常的な朝食として甘みが強い菓子パンっていうのは避けるようにしましょう。血糖値を爆上げして太りやすくなる最悪の朝食、3つ目、野菜ジュース。毎朝飲んでませんよね。時間がないからなんとなく健康に良さそうな野菜ジュースを毎朝飲んでるという人もいると思いますが、これも結構注意した方がいいです。なぜなら野菜ジュースには食物繊維がほとんど入っていない上に糖質が多く使われているものが多いからです。例えばコンビニなどでよくですね、 200ml の野菜ジュースが売られてると思うんですが、あれ1本にですね、 20g ぐらいの糖質が入ってるんですね。で、 20g って聞くと、さっきのご飯1食で 50g 糖質が入ってるっていうのを考えると少ないんじゃないかと思った人もいますよね。ご飯1杯の 50g と比べるとそう感じるかもしれませんが、野菜ジュースの糖ってのはですね、血糖値を上げやすい糖が使われていて、なおかつですね、飲み物としてジュースとして飲むので血糖値がめちゃめちゃ上がりやすいんですね。また野菜ジュースにすると食物繊維がほとんど入っていない状態になってしまうので、それも血糖値を急上昇させる大きな要因になります。野菜の代わりに野菜ジュースをと思っている人もいるかもしれませんが、残念ながらこの2つは全然違います。あくまで野菜ジュースは野菜ジュースであり、野菜とは全然違うんですね。もちろんですね、野菜ジュースを絶対飲んだらダメ、全くダメって言ってるわけではありませんが、健康のためにと思って飲んでいると想像以上に血糖値を上げている可能性がありますので注意してください。もしですね、飲むとしても無糖の野菜ジュースにして嗜好品と同じぐらいの位置づけで飲むようにしましょう。特にですね、何気なく毎朝野菜ジュースを飲んでるっていう人は要注意です。血糖値を爆上げして太りやすくなる最悪の朝食、4つ目、洋食全般。あなたは朝食は和食と洋食どっち派ですか？日本人であれば可能な限りですね、朝食は和食を食べるようにしましょう。なぜなら洋食だとどう
どうしてもですね飽和脂肪酸が多くなってしまうからです。例えばパンにバター、おかずにウインナーとなると、ご飯と比べてパンに脂肪が多いだけじゃなく、バターとウインナーであなたが想像している以上に飽和脂肪酸を取ることになります。ウインナーなどの加工肉って使いやすくて便利だから、ついつい朝食で使ってしまいがちですよね。しかも洋食になると野菜の量も減ってしまいがちなので、それも血糖値を急上昇させてしまう大きな要因の一つになります。これがですね和食であればご飯は脂肪分が少ないですし、味噌汁や野菜で副菜が取れて、しかも主菜はですね納豆などの大豆製品や魚料理にすれば飽和脂肪酸もほぼ取らずに済みます。なので基本は朝食は和食にして、洋食にする場合はですねウインナーやベーコンなどの加工肉は避けて、野菜スープなどを合わせるとベストです。パンを食べるにしてもですね、先ほど挙げたような全粒粉やライ麦パンなど食物繊維が多いものを取れるようになるといいですよね。もちろんですね洋食は絶対ダメというわけではなく、何気なく毎日質が高い洋食を食べないようにしましょう。血糖値を爆上げして太りやすくなる最悪の朝食3つ目、チャーハン。朝からチャーハン食べてる人っていますか？これ実はですね、うちの朝食メニューとして多いものなんですが、チャーハンもですね朝食としてはおすすめできないメニューにあります。なんならチャーハンってのは自然と糖質と脂質が過剰になってしまうからです。チャーハンは手軽に準備できて、いろいろな具材を混ぜるので非常に便利な食事メニューだと思います。ただですね、どうしてもですねご飯の量自体がめちゃくちゃ多くなりがちですし、具材にベーコンやウインナーなど飽和脂肪酸が多いものを使ってしまいやすいのが難点です。ベーコンやウインナーってのは子供も好きですし、手軽に使えるので便利ですよね。ただしこうした加工肉をですね日常的に使うのは飽和脂肪酸が多くなるので血糖値やダイエット的にはおすすめできません。またチャーハンってのは調理過程で油も結構使いますよね。それがご飯に吸収されるので自然と脂質を多く取ってしまうことにつながるんです。なので朝からチャーハンを食べる場合はですね、まあ、油を減らすってのはですね美味しくなくなるので難しいんですが、せめてですね具材をシーフードミックスなど海鮮系の具材を使うなどの工夫をしましょう。そしてですねチャーハンだけなどにするとご飯を大量に食べないと満足できなくなるので、野菜たっぷりのスープなどをつけれるとベストです。どうでしたか？あなたが普段から食べているような朝食はありましたでしょうか？朝食はですね血糖値にものすごく影響するダイエットにおいてもめちゃくちゃ重要な食事です。忙しい時間帯ということもありますが、朝食に何を食べるかであなたの血糖値とダイエットっていうのは大きく変わってきますので、今回の動画を参考にですね今一度朝食名について考え直してみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立って思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。結局ダイエット中に何を食べたらいいかわからないという方へ、気をつけるべき糖質カロリーが一目でわかる表を無料でプレゼントします。スイーツ、炭水化物、スタバの3種類あります。ぜひスマホに保存してダイエットに役立ってほしいです。概要欄、固定コメントにある無料の公式 LINE を友達追加すれば受け取れます。ではまた。